横浜からはるか西、出雲の国近くにある。直線距離で150里近い。やすやすと移動できる距離じゃない。それ以前に、横浜は10年前に放棄された。もうあそこに人など住まない。10年前の大曲どきの戦だ。鬼に食い破られ異界に沈んだ。もしお前が横浜で戦っていたとすれば、それは。そいつの身元は分かったか？よう、また会ったな。どうした？二人ともしけた面してんな。どこぞのバカと違って悩み事が多くてな。なんだよ、ずいぶん機嫌悪いじゃねえか。いや、むしろ逆だ。興味深い話を聞いていたところだ。研究に値するかもしれん。どういうことだ？鬼の襲撃を知らせる警鐘だ。里の周辺は鬼の住む異界だからな。心配するな。結界がある以上簡単には侵入できない。待て、どこへ行くつもりだ？そうか、お前は物の符だったな。鬼と戦うつもりか？心意気は買うが、丸腰で行くのはよせ。悪いが、お前の装備品は処分した。ボロボロだったんでね。代わりに新しい武器をやろう。私が開発した鬼の手と一緒にな。鬼の手？さっき完成した新型からくりだ。二人とも手を出せ。装着してやる。まだ実験段階だが。何？天才である私が作ったのだから。もん。おいおい、嫌な予感しかしねえぞ。あまり動くな、手元が狂う。本当に戦う気か？さっきまで倒れてたんだ。無茶はすんなよ。これでいいだろう。よし、よく似合ってるな。使い方は実地で教える。私の指示に従って使いこなせ。といっても初の実証試験だ。どうなるかわからんから。リン、お前どさくさに紛れて俺たちを実験台にするつもりだ。あはは、面白い冗談だな、時継ぐ。ふざけんな、こんなもん無理やり外して。言っておくが、無理に外そうとするなよ。爆発するぞ。そんなもん人の手につけんじゃねえ。いいから黙って私についてこい。行くぞ、鬼を撃つ。危ないから来るな。そういえば言っていなかったな。私たちも物の符、鬼を撃つ鬼だ。行くぞ、鬼を撃つ。脳天に風穴開けてやる。二人とも用意はいいな。
鬼の手の実証実験を始める。左手に意識を集中しろ。人の思念に呼応して想像を具現化する。それがからくり鬼の手の力だ。巨大な手を頭に思い浮かべろ。それを現実の世界に実体化させるんだ。無茶言うな。ほう、いいぞ。あっさり具現化の壁を越えたな。その手を使って鬼を倒せ。手始めにガキを平らげるぞ。信じるね。どうなってんだ。いい動きだ。横浜で戦っていたというのは本当らしい。俺に言わせりゃまだまだひよっこだがな。よし、ガキは片付けた。次、親玉が来るぞ。めんどくせえのが来たな。博士、助太刀します。紅月か、最高の助っ人だ。すまんな紅月だが、鬼の手の力は証明された。飢餓の戦力差は圧倒的だ。鬼の手、その目で確かめろ。一気に勝負を決めるぞ。左、腹が弱点だ。攻撃を集中して部位を破壊しろ。破壊した部位は摩擦皮状態になる。そこを狙えば本体に直接打撃を与えられる。いい動きです。それが鬼の手ですか。一体どうやって。いけない、今は戦いに集中しなくては。お見事です。実証実験終了。二人ともご苦労。実験成功だ。悪鬼ヨウミは俺が撃つ。素晴らしい成果だ。やはり私は天才だな。どうだ二人とも、鬼の手は優れものだろ。びっくり人間にでもなった気分だぜ。どうなってんだこの装置は。原理はお前の体と同じだ。人の魂、思念を具現化して力に変える。もっともその力の根源が何なのかは私にもまだ解明できていないが。よくは分かりませんが、博士の研究の成果ということですね。そういうことだ。それよりお前、新たな御霊を宿したな。どういうわけだ。
普通御霊は一つしか宿せないはずだが、御霊の記憶もないのか。モノノフの力の源、鬼に食われた英雄の魂、御霊を奪還するのも私の目的の一つだ。後でお前の体を調べさせろ。御霊を複数宿せる理屈が知りたい。心配するな、バラバラにしたりはせんさ。ようやくコノへのお出ましか。博士、ご協力感謝します。実験のついでにやっただけのことだ。どうやら本格的な襲撃ではなかったらしい。ガキが数匹逃げていくのを見た。念のため辺りを紹介しておくといいだろう。承知しています。あとは我々にお任せください。こちらのお方はあまりお見かけしませんが。私の助手だ。東の里から手伝いに来た。そうでしたか。それは遠路ご苦労様です。では我々は任務がありますので。紅月様もお体に気をつけ。ありがとう。周囲を調べろ。まだ鬼が残っているかもしれんぞ。私もそろそろ行きます。博士、私の協力が必要であればいつでも呼んでください。ああ、いつもすまんな。最後にあなたの名を伺っ、覚えておきます。私は紅月。この里でモノノフをしています。困ったことでは、また会いましょう。さすが紅月、誰かさんと違って優しいぜ。うるさいぞ。鬼は撃った。研究所に戻るぞ。何をしてる？早く来い。さっきの話の続きを聞きたい。軍師供養、それがお前のいた隊の指揮官か。血濡れの鬼か。有名人だな。配下に精鋭を揃えてたって話だが、今じゃ生き残りを探すのも難しいぜ。ってなんだ、ジロジロ見てんじゃねえ。ふん、遠慮のねえやつだな。からくりと言ってな、私が研究している技術で作った体の中に人の魂を封じてある。中身は立派な。そういうことでよろしく頼むぜ。しかし横浜以前のことは本当に何も覚えていない。そうか、軍師供養に横浜。状況からしてそれは十中八九10年前の大曲時の戦だろう。10年前、世界中に鬼があふれ、人の世は半ば壊滅状態となった。我々は大曲時と呼んでいる。その際に北から押し寄せる鬼を迎え撃った最初の戦いが横浜防衛戦だ。つまりお前は10年の時間を飛び越えてここに来てしまったことになる。仮にそれが本当だとして、何だってそんなことが起こったんだ。鬼門に飲み込まれた者は時の迷子となって別の時間に流される。
そういう話を昔聞いたことが。お前が飲み込まれた空の穴はおそらく鬼の開いた鬼門だろう。鬼には時間の垣根がなく、過去、現在、未来を行き来するという。奴らが移動の際に開く鬼門はあらゆる時間に通じている可能性がある。残念だが、そういう話は聞いたことがない。話がキテレツすぎてついてけねえや。似たような話は以前からある。かつて大陸の方で数百人の兵士が一度に失踪するという事件があった。夕餉を焚く火を残したまま兵士たちは忽然と姿を消していた。どこを探しても兵士は見つからず、人々は神隠しだと噂し合った。それから10年後、近くの村の広場に突如一人の青年が倒れているのが見つかった。調べると彼は消えた兵士の一人で、10年前と全く同じ姿格好をしていた。解放され目覚めた彼は真っ先にこう言ったそうだ。自分の夕餉はどこだと。そりゃ浦島太郎もびっくりだ。遥か昔からこの世界には人知の及ばない何かが潜んでいるのさ。その何かと秘密裏に戦うのが我々モノノフだったが、その体はどうした。なんだどうなってる。これは私を見ろ。お前はここにいる。他のどこにもいない。私がそれを知っている。私を信じろ。私がここにいるようにお前もここにいると信じろ。どうなってんだ。おい博士、何か知ってるなら説明しろ。私にも分からんことくらいあるさ。だがこいつは本来ここにいないはずの人間だ。この世界にとっては異物。それを弾こうとする力が働くのかもしれん。なんだそりゃ。また別の時間に流されるってのか。かもな。それは時間を超えた代償、呪いだ。そのままではどうかといって元の時代に戻るのは不可能に近い。お前が所属していた隊もおそらく現存していない。横浜で戦ったモノノフは全滅した。生き残った者はほとんどいない。それでも過去との接点を求め失った記憶を探すならそれもいいだろう。だが過去ではなく未来を求めるなら、ここで私の助手として働く気はないか。お前はいつどこに流されるかわからない。だがこの世界との関わりを深めれば。
あるいはそれを止められるかもしれん。取引だ。私はお前の呪いを解くのに手を貸そう。その代わり、お前は私の研究に協力しろ。お前が何者かは問わない。お前の意志がお前の全てだ。私の助手をしながらこの世界で生きてみろ。いい返事だ。やめとけ。骨の髄までしゃぶられるぞ。じゃあこいつが消えるまで放置するか。誰もそうは言ってねえ。決まりだな。今日からお前は私の助手だ。助手一号は時継ぐだ。仲良くしてやれ。誰が一号だ。ったく、どうなっても知らねえぞ。こいつは人をこき使う天才だ。好き勝手されねえように気をつけろよ。さっき目覚めた空き家を覚えてるか。あれをお前にやる。自宅として好きに使え。明日から忙しくなる。今日はそこでゆっくり休め。いいな。ようこそ我がからくり研究所に。記憶をなくしたか。我が使い手よ、哀れな。それがお前の背負った宿命か。ならせめて私が記憶しよう。お前がこの先どう生きるか願わくば、今度は忘れるな。私は源の義経。お前が身に宿す英雄の一人。鬼打つ者の譜と共に歩む者なり。おい、消えてねえだろうな。邪魔するぞ。無事みてえだな。よく眠れたか。早速だが、今日から働いてもらう。お前の体を考えるとあまり悠長にしてられん。まずは里の正式なものの譜になれ。呪いを解くには人と交わってこの世界との結びつきを持つことが必要。意味不明だな。とにかく里のお偉いさんに会いに行くぞ。普通はお頭に挨拶するが、この里のお頭は2年前に死んで以来空席だ。代わりに神垣の巫女が里を仕切ってる。つってもまだガキだ。実権は2人の討伐隊長が握ってる。近衛部隊と侍部隊、対立してる2つの討伐隊の隊長だ。ちょうどこれから謁見式だ。神垣の巫女のいる岩宿に行くぜ。人混みは好かん。ここから先は時継ぐと2人で行動しろ。私は鬼の手で後から合流する。後から合流？まあ見ていろ。ああそれと、岩宿に行く前に時継ぐに里を案内してもらえ。これから物の譜になるんだ。使う施設ぐらい知っておけ。特に御霊の扱い方は念入りに聞いておけ。記憶がない以上一…じゃあしっかりな。相変わらずの俺様野郎だな。ま、そういうわけだ。里の探検と行こうぜ。
あなた様は。よう、クオン。ちょいと新入りを紹介して。存じ上げております。本日はどのようなご用件でしょうか。話が早くて助かるぜ。こいつに御霊のことを教えてくれねえか。御霊でございますか。なるほど。私は御霊の御子、戦学の身ですが、知っていることをお話ししましょう。よろしいですか。御霊はモノノフの力の根源、鬼に囚われた英雄のた、その魂を鬼より取り戻し力となすのが、あなたの体にも力強き御霊が、やそれがどなたの御霊かお分かりですか。はて、私が代わって感じ取りましょう。源の義経、平安時代を生きた若、おや、別の御霊の存在も感じます。なぜあなたにそのような素質があるのか、その素質を帰化とし、さまざまな御霊を集めると良いでしょう。まずは御霊を装着してはいかがでしょう。九郎宝眼義経、いざ参る。あ、清臣は俺が。御霊は戦いの経験を重ねることで、少しずつ積むべき経験は様々です。御霊の声に、ちなみにですが、私は早く御霊を成長させたいときは、また趣味で小料理屋も営んでおります。御霊はあなたの友であり、力の源。それでは行ってらっしゃいませ、お客様。いらっしゃい。いらっしゃい。今日はどうしますか。お疲れ様です。よし。次のもの、入れ。
見慣れん輩だな。かぐや様の御前だ。名を名乗れ。貴様が魔女の言っていたもののふか。やめよ、ヤクモ。博士に失礼だぞ。は、申し訳ありません。東から来た者よ。聞けば里のもののふになりたいそうだ。それには我ら隊長二人の許可がいる。まずは名乗っておく。私はヤクモ。この絵舞台の隊長にして里の次期お頭だ。貴様も名乗ったらどうだ、侍よ。当屋だ。侍を率いている。覚えておくのだな、我らの名を。確か。貴様ら侮辱は許さんぞ。ここは中津国の西の最前線。戦力が増えるに越したことはない。貴様がもののふになりたいのなら許可を与えてやらんでもない。だが一つ重要なことがある。貴様は機内と戸様どちらだ。少なくともここではな。答えたくないということだ。好きにさせてやれ。それならそれで構わん。木の絵でも侍でも貴様は紅月に預ける。はぐれ者を束ねている者の札、貴様が使えるか否かは奴に判断させる。それでいいな、侍よ。異論はない。かぐや様、ご決裁を。許す。お主の好きにせよ。は、ありがとうございます。紅月はもののふ本部にいるはずだ。つなぎはつけておくから、愛向け。一つよいか。お主は東の果てから来たそうだな。よければ話を聞かせてくれないか。何？そんなこ。かぐや様、そろそろ次の謁見者。そうか、ならば仕方ないな。博士は元気か？よろしく伝えておいてくれ。そういえば名乗っていなかったな。私はかぐや。里を守護する神垣の巫女だ。また来てくれ。謁見は以上だ。紅月のもとに行くがよい。東の。よう。いらっしゃい。今日はどうし。これからも。ああ、あなたは時継ぐも。私に何かご用ですか？ああ、そうですか。ちょいと事情があってな。こいつは里のもののふになる必要がある。わかりました。僭越ですが私がお預かりしましょう。なんだ新入りか。
面白そうなやつじゃねえか。ちょっと俺と。ホムラ、少しおとなしくして。ああつまんねえ。こちらはホムラ、あなたの少しバカですが根は善人。やろ、誰がバカだ。つら覚えとくぜ、新入り。こいつらはこの絵でも侍でもねえ。俺たちの協力者でな、たまに発明品の実験を手伝ってもらってる。博士には第四がありますから。それはさておき、私とホムラはこれからに昨日襲撃があったばかりですから、周辺の紹介よければ二人も任務に協力してくれます。いいのか、こいつはまだ里の物の符じゃね。構いません、腕前は昨日見せてもらいました。それにこの任務をもって証の儀とすればよいと。なるほどな、そういうことか。あなたが里の物の符になるためには、証まほろばの里の伝統で新参者の力を試す儀式のようなものです。簡単な任務を与え、その結果によって里の物の符にふさわしいか判断します。ヤクモが私に任せると言ったのであれば、私が試験官に選ばれたということでしょう。であればこの任務をもってあなたの証の儀としたいと思います。任務にはいくつかの目標があります。それをすべて達成した上で異界近くの監視小屋まで来てください。無論あなた一人の力でやれますか。頼む。何かあったら迷わず里に戻れ。いいな。勝手にくたばんじゃねえぞ。大丈夫です、己を見失わなければ。では監視小屋で会いましょう。こちら博士、聞こえるか。お、つながったか。よしよし、やっと動いたな。驚いてるな。鬼の手につけておいた通信機能を使っている。これまで巫女に頼るしかなかった念話を万人に開く天才的発明だ。だから言っただろ、後で合流すると。確か証の儀の最中だったな。ガキの討伐に素材の採取、簡単な任務だ。さっさと片付けてしまえ。終点の監視小屋は西の端にあるはずだ。地図を見て確認するんだな。
俵淘汰ここにあり。俵淘汰ここにあり。よし、すべての目標を達成したな。あとは西にある監視小屋に行くだけだ。気をつけていくんだな。以上、通信を終わる。
勝手に。待っていました。守備はどうですか？確かに目標を達成していますね。お見事です。あなたには簡単すぎたようですね。よし、これでお前も晴れてモノノフだな。ちょいと気が早いぜ、小せえの。誰が小せえのだ、ひよっこ。気づいてんだろ、囲まれてるぜ。ふん、分かってるよ。最後の試練です。私と共に目の前の全ての鬼を撃ってください。いい塩梅だ。みんな、怪我はありませんか？この程度であるわけねえだろう。ケツに噛みつかれそうになってたくせに、よく言うぜ。母ちゃんいいだろうが、母ちゃん。オムラもまだまだですね。あなたは大丈夫ですか？ならよかった。あなたは見事に任務を果たしました。この結果を報告すれば里のもののふになるのに、誰も私が試験官として認めます。あなたは証の儀に合格しました。ただいまをもってあなたを里の正式なもののふとして迎えます。ようこそまほろばの里に。よし、やったな。はじめの一歩ってやつだ。これいちいちまどろっこしいんだよ。腕が立つなら最初からモノノフでいいだろう。万人を納得させるには手続きが必要になる時もあります。本部には私から報告しておきます。今後は自由に任務を受けられるでしょう。さて、鬼の流入が気になります。今日は根の ここは冷えますね。異界に近いからな。あそこはどんな季節だろうが底冷えする。その体で寒さが分かんのか？なめんなよ。これでも特注品だ。五感はそれなりに機能してる。それなりね。あなたは博士の遠縁だと言っていましたね。東ですが、中津国全体が滅びに瀕し、あなたのような戦力を里が事情もなく手放すとは思えません。よければ聞かせていただけませんか？あなたが魔法横浜から。俺もこいつも本当のところはよく分かってねえのさ。分かってるのは
こいつがこの間まで横浜で戦ってたってことだけだ。博士はそれを10年前の大曲時、横浜防衛戦だと言っていた。つまりこいつは10年の時間を飛び越えてここに来ちまったのさ。は？冗談だろ。それが冗談じゃねえのさ。横浜で気絶して目覚めりゃまほろばだ。ついでに記憶喪失ときた。横浜以前のことは覚えてねえらしい。申し訳ありません。そんな事情とは思いませんでした。何か身元の手がかりになるものは？霊山の軍師クヨってのが部隊の指揮官だったってことは分かってる。つってもすぐに会える相手でもね。しばらくは後回しだ。そうですか。では大曲時以降世界がどうなったかは、せめてそれだけでも教えましょう。10年前の大曲時で鬼が世界にあふれ、大半の人々は殺されてしまいました。明治政府は倒れ、今ではモノノフが唯一の統治機関、霊山を頂点に複数の里でわずかに残った人の勢力圏を守って、その勢力圏を私たちは中津国と呼んでいます。他に詳しく知りたいことはありますか？以上がこの10年間に起きたことです。別にいいじゃねえか。ホムラ？まだ生きてんだろ。なら何も終わっちゃいねえ。10年経っても喧嘩は続いてる。ここも横浜も大して変わりゃしねえ。記憶をなくした？上等じゃねえか。仕切り直しだ。喧嘩は最後に勝ちゃいいんだよ。勝ち目がねえほど喧嘩は面白え。てめえもそう思うだろ。話がわかるじゃねえか。不器用な励ましですね、ホムラ。ざっけんなよ。誰が励ましなんざするかよ。素直じゃねえ野郎だ。もっとも言ったことは間違っちゃいねえ。お前は里のモノノフになった。ここが始まりだ、鬼との戦いのな。共に戦ってくれますか？ありがとう。んじゃ俺は寝るぜ。火のは、オムラ、皆任務でつく。後始末はあなたがやってください。日頃不真面目な。はあ、俺が何したっつうんだよ。身に覚えがないと？ざまめえな。時継ぐ、あなたも一緒にお願いします。って俺もかよ。ご愁傷さん。じゃ、しっかりな。
気が利くな。マホロバはこの近辺では最大規模の里です。西の守りの要、責任重大ですね。どう？九郎方眼義経、これでいいだろう。おいおい、嫌な予感しかしねえぞ。ああ、ああ、そういうことでよろしく頼むぜ。いらっしゃい。
からも腕を磨いていきます。いらっしゃいませ。ありがとうございました。こんにちは。何かご用かな？おや、君は。紅月君から報告を受けている。明石の儀に合格おめでとう。とても優秀な成績だ。紅月君が褒めていたよ。彼女は里で最強だ。誇るといい。本部を代表して新たな仲間をまほろばの里にようこそ。私はカズエ。ここの本部では鬼の情報を集約して個々のモノノフに今後は君にもお願いすることになるだろう。ただ無理は禁物だ。蚊を知り己を知らば百戦危うからず。任務の内容に実力が追いついているかよく考えてから受けることだ。それと次の決まりがある。日頃気をつけてくれ。一つ、職務をおろそかにする。一つ、モノノフ同士争うべからず。一つ、神垣の御子を軽んずべからず。最後に、最後のは今は無効だね。里には必ず指導者たるお頭がいるものだが、まほろいろいろ複雑な事情があってね。しかし近々お頭選議がある。里の全員で君も誰に票を入れるか考えておくといい。近衛の隊長八雲と侍の隊長東野が本当はもう一人立候補してほしい人物がいるがすまない。最後に一つ気をつけてほしいことがある。行動限界だ。鬼の住む異界には正気という毒が満ちている。これを一度に取り込みすぎると死ぬ。正常な場所にいれば排出されるから危険を感じたらすぐに里に戻ってくれ。長居は無用だ。いいね。他に困ったことがあったら相談を。モノノフを支えるのが。ではこれ何時に英雄の導きがあらんか。いらっしゃい。今日は。
これからも腕を磨いていきます。モノノフの使命を果たします。おいおい、行きましょう。ぼちぼち行くか。
ここから東の方には霊山があるぜ。霊山君がいるモノノフの本拠地だ。戦果だ。俺を舐めると火傷するぜ。